皆さん、こんにちは。今回はジャニーズのスノーマンの皆さんをご紹介します。スノーマンといえば数々のヒット曲がある有名なグループですね。そんなスノーマンのグループの特徴や人気楽曲をランキングでご紹介します。スノーマンは深澤辰哉さん、佐久間大介さん、渡辺翔太さん、宮舘涼太さん、岩本照さん、阿部亮平さん、向井浩二さん、目黒蓮さん、ラウールさんの9人組のグループです。もともとは深澤さん、佐久間さん、渡辺さん、宮舘さん、岩本さん、阿部さんの6人で活動しており、滝沢歌舞伎やドリームボーイズなどにコンスタントに出演し続けるなど、舞台を中心に活躍してきました。そして2019年1月に向井さん、目黒さん、ラウールさんが加入しました。それ以降、舞台だけにとどまらない幅広い活動をしています。実際、向井さんはテレビ東京系の親愛なるあだ名様、阿部さんは7月3日放送のクリームクイズミラクル Q3 時間 SP に、宮舘さんは7月23日放送の夢食堂の料理人から、1964東京オリンピック選手村物語からへの出演が決まっており、渡辺さん、岩本さん、目黒さん、ラウールさんの4人は7月22日スタートのドラマ簡単なお仕事ですに応募してみたで、ドラマ初主演を務めることが決まっています。今まさにノリに乗っている彼らの魅力を3つのポイントから見てみましょう。スノーマンの名刺代わりになっているのが、その身体能力の高さです。ジャニーズの中にはダンスを得意としているグループが少なくないですね。スノーマンもその一つだが、彼らの場合はなんといってもアクロバットがすごいです。バク転は朝飯前で、大技アクロバットも次々と繰り出します。この武器を生かして、これまで多くのジャニーズの舞台を盛り上げてきました。スノーマンにとって初めての CM となったロックアイスの CM でも、そのアクロバットの素晴らしさが見られます。メンバーたちがバク転やフロントフリップ、バタフライツイストなどを披露し、さらに佐久間さんは深澤さんと岩本さんを土台にした高さのあるバク宙も披露しています。ザ・ジャニーズなパフォーマンスをたっぷり味わいたいなら、スノーマンを見れば万事解決しますね。彼らの舞台出演歴は実に華々しいです。ジャニーズの伝統芸となりつつある滝沢歌舞伎は2012年から7回連続出場し、主演を務めていた滝沢秀明がプロデューサーに回った滝沢歌舞伎ゼロではメインキャストを務めました。他にもドリームボーイズやジャニーズ銀座少年たちなどにもコンスタントに出演しています。これだけ多くの舞台に彼らが出演している理由は、なんといってもメンバーたちが職人気質であるがゆえだろうと思います。2019年3月に行われた単独コンサートなどからもわかるが、スノーマン単独でパフォーマンスした場合、確実に花があります。しかし、一度先輩グループの舞台に出演すると、メンバー一人一人が自ら放つその花を消し、盛り上げることに徹底しています。自分たちの役割を正しく理解し、高いプロ意識のもと舞台に立っています。この切り替えができる彼らは、ジャニーズジュニア随一の職人集団と呼ばれるにふさわしい存在ですね。どんなパフォーマンスもさらりとやってのけるスノーマン。2019年3月8日から4週連続で放送された連続ドキュメンタリー番組のライドオンタイムから時が奏でるリアルストーリーからの中では、1月に関西ジャニーズジュニアから加入した向井さんが苦悩する様子が映し出されていました。がむしゃらに練習する姿は視聴者の心を打ちました。しかし、オリジナルメンバーである深澤さん、佐久間さん、渡辺さん、宮舘さん、岩本さん、阿部さんも最初からアクロバットができたわけではありません。以前ビビットに出演した際、自分たちで武器をつけたいと思って研究を重ねて練習したと語っていたことがあります。アクロバットといえばスノーマンと言われている今のポジションに到達するまでには、
想像を絶する努力を重ねてきたのでしょう。それもこれも彼らのストイックさあってこその実現できたグループ像なのです。世間が想像するジャニーズのパフォーマンスを具現化した存在であるスノーマン、トークでは明るく我々を楽しませてくれるが、その陰には信念と努力が隠されています。それを知ってしまったらもうスノーマンを応援せざるを得ないですね。メンバーを簡単に紹介します。切れ長な目がセクシーな岩本照さんは1993年5月17日生まれです。出身地は埼玉県です。星座は牡牛座です。身長は182センチメートルで血液型は A 型です。メンバーカラーは黄色です。愛称はひーくんです。グループ内唯一の2000年代生まれで、最年少のラウールさんは2003年6月27日生まれです。出身地は東京都です。星座は蟹座です。身長は185センチメートルで、血液型は A 型です。メンバーカラーは白です。愛称はラウです。グループ最年長でムードメーカーの深澤達也さんは1992年5月5日生まれです。出身地は東京都です。星座は牡牛座です。身長は174センチメートルで、血液型はバスト型です。メンバーカラーは紫です。愛称はフッカです。高い歌唱力と甘いルックスが魅力の渡辺翔太さんは1992年11月5日生まれです。出身地は東京都です。星座はサソリ座です。身長は172センチメートルで、血液型はバスト型です。メンバーカラーは青です。愛称はショッピー鍋所です。スノーマンメンバー唯一の関西出身である向井康二さんは1994年6月21日生まれです。出身地は大阪府です。星座は双子座です。身長は175センチメートルで、血液型は A 型です。メンバーカラーはオレンジです。愛称はコウジジジイコです。テクノカットがよく似合う、どこか妖艶ささえ漂う魅力を持つ目黒蓮さんは1997年2月16日生まれです。出身地は東京都です。星座は水亀座です。身長は184センチメートルで、血液型はバスト型です。メンバーカラーは黒です。愛称はメグめめめぐれんです。スノーマンメンバーきっての頭脳派アイドルである阿部亮平さんは1993年11月27日生まれです。出身地は千葉県です。星座は伊手座です。身長は178センチメートルで、血液型は AB 型です。メンバーカラーは緑です。愛称は阿部ちゃん阿部部です。愛称は伊達様で、メンバーからは貴族と呼ばれている宮舘涼太さんは1993年3月25日生まれです。出身地は東京都です。星座はお羊座です。身長は173センチメートルで、血液型は A 型です。メンバーカラーは赤です。愛称は館様貴族伊達です。自他ともに認める生粋のアニメ好きアイドルの佐久間大介さんは1992年7月5日生まれです。出身地は東京都です。星座は蟹座です。身長は168センチメートルで、血液型は O 型です。メンバーカラーはピンクです。愛称はさっくん佐久間くんです。そんなスノーマンはデビュー前、デビュー後ともに楽曲作品を多数発表しています。どの曲も魅力的でファンの人気を集めていますが、まずはこれを聴いた方がいいという代表曲があるのです。これから彼らのオリジナルソングを聴こうと思っている人に向けて、これぞスノーマンというおすすめの作品をランキング形式でピックアップしました。何を聴いたらいいか迷ったら、まずはこの5曲を聴いてみてくださいね。5位は涙の海を越えていけです。涙の海を越えていけは動画サービスパラビで配信されているバラエティ番組のそれスノーマンにやらせてくださいのテーマソングです。ちょっと切ない印象もありますが、全体を通して前向きで明るい未来が待っている
という気持ちを伝える応援ソングとなっています。スノーマンがこれまで歩んできた道と重なる部分もあるため、ファンの間では勇気づけられる歌として愛されているのです。4位はクレイジーフレッシュビートです。クレイジーフレッシュビーストは大人な魅力が盛り込まれたクールなダンスチューンです。ジャニーズといえばキラキラと王子様のような印象が王道ですが、少し系統が違うシャープでおしゃれな楽曲に仕上がっています。 YouTube にダンスビデオが投稿された時にはジャニーズに対するイメージが変わったとか、ジャニーズには興味なかったけどこの曲はかっこいいといった高評価を多数得ていました。3位は君の彼氏になりたいです。セカンドシングルキスインマイリップスストーリーズのカップリング曲君の彼氏になりたいは、釣れない女性に対して好きだという片思いの気持ちを込めたラブソングです。12時にはいなくなってしまうシンデレラになぞらえた歌詞は女性がキュンとくるフレーズばかり。特にサビでメンバーの渡辺翔太さんが歌う返さないのフレーズは多くの女性がときめいたと絶賛しています。2位はキスインマイリップスです。キスインマイリップスは全編が英語で歌われる王道のラブソングです。男性が好きな女性にアプローチする様子が歌詞に描かれているのですが、積極的でロマンチックな内容は聞いているだけでドキドキしてしまう大人な雰囲気になっています。それぞれの個性が生きたダンスやボーカルのパフォーマンスも必見です。1位は DT です。 DT はスノーマンのデビュー曲です。タイトルは歌詞の中にも登場するダンシングダイナマイトを略したもので、その言葉通り爆発するかのようなダイナミックで激しいパフォーマンスが話題を集めました。メロディもアップテンポで激しく盛り上がれるのでカラオケで歌うのもおすすめです。ダンスやパフォーマンスが得意なメンバーの身体能力が発揮された MV も必見です。これからの活躍がますます楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。